皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの中指についている逆グラデーションのやり方をやっていきたいと思います。使用するジェルはこちらのセリアから売られているミルキーピンクとコーラルとベース&トップコートを使って作っていきたいと思います。それではスタート。はい、ではベースを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではまずこちらミルキーピンクを全体に塗っていきます。はい、1回ライトに入れます。はい、では2度塗り目を塗っていきます。はい、ライトに入れていきます。はい、では次に用意するのがこちらのパレットを用意して、グラデーションをする色をのせます。でこちらちょっと濃いのでベースを混ぜます。混ぜていきます。はい、ではこの混ぜたお色を塗っていきます。ちょっとずつ薄めながら塗ると失敗しないでやりやすいです。この境目の部分もちょっとクリアをつけて溶かしていきます。ちょっと薄すぎたので根元もう少し濃くしていきます。では一旦ライトに入れていきます。はい、では2度塗り目を塗っていきます。2回目はもう少し濃いめに塗っていきます。この根元の部分はしっかり濃い色をのせたいので色を押し上げながらのせていきます。濃い色をのせると
ちょっとぼかすのが難しくなってきます。それを簡単にグラデーションを作っていくやり方が、こちらの先端から筆を動かします。根元に動かします。そうするとここが薄く色をのせることができます。そうしましたら、この境目もまた横に色を取っていきます。はい、こんな感じで一旦またライトに入れていきます。この薄さでも可愛いんですけれども、もうちょっと濃くのせていきたいので、ちょっと濃くのせていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成になります。逆グラデーションのやり方がうまくなると、アートの幅がもっと広がると思います。今日のポイントは、自分でセルフネイルをするときに、逆グラデーションはこちらからこう筆を持ってくることがポイントです。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。